夏休みだからか子供が変なのに目をつけられた時の話。うちの中3娘と小6息子連れだって、ご近所のショッピングモールに行って、私は下の階で買い物、子供たちは上の階でゲーセンやら本屋やら見て回ってた際に、二人組の女性に、もう探したよ何やってんの、と声をかけられたらしい。最初子供たちは自分たちではないと、目の前のゲームに夢中だったそうなんだけど、目の前に来て、何やってんの帰るよほら、って下の子が腕を引っ張られ、上の子が、あの人違いです、と答えたの。はいはいそういうのいいからパパ会えたよって誰かに声をかけて連れて行こうとする女焦って子供たちが違います人違いですよと声をかけてもぐいぐい腕を引っ張るのから手をつなぐ行為に変わってそのまま普通にまるで母親がするような会話を子供たちにするらしい腕を引っ張る方はずっと話してるけど子供たちに目を向けることもなくぐいぐい引っ張ってもう一人は止めようとする上の子を背後からぐいぐい押してくるらしく子供たちが騒いでも周りは無視おそらく家族だと思われた可能性がありたまたま近くにいた男の人にパパどこ行ってたのって声をかけたらすっと子供たちから離れて消えたらしいそのまま下で買い物してる私のところまで走ってきてこの話を聞いて警備員に子供たちを連れてって話したけど警備員はふん変な人もいるね笑いで終了こりゃダメだと思ってそのまま帰り仕事から帰ってきた旦那に話したところ前に旦那一人で買い物に同じ場所に行った時に似たような光景を見たことがあったらしい騒ぐ子供たちを女の人二人が早く行くよほらパパ待ってるからって言いながら腕を引っ張るシーンもしかしたらその子たちも同じ目に遭ってたかもしれない確認しようがないけどその二人はいたって普通の見た目で強いて言うなら普通すぎて特徴を上げにくいような感じらしい終始笑顔でだけど目は一切合わせないで片方の女だけが絶えず喋り続けもうあんたたちは目を離すとどこまで行くのかねお母さんだってね忙しいんだよみたいなよくあるお母さん的な話し方でずっと声かけし続けるんだってうちの子たちは決しておとなしいタイプでもないし、おとなしそうに見えるタイプでもなく、年の割に背もでかくハキハキ喋れるタイプだけど、こういう目に遭うことあったから、それから出かけるときは、つかず離れずの距離でいることにした。子供たちはそこまで落ち込んではいないけど、むしろ笑い話にしてる。けど親としてはゾッとするし、もう大きいからと油断してた自分に、めちゃくちゃ後悔してる。上の子が女二人に捕まったときに、声張り上げて話した会話で、弟を話せ追い話せよ。またこの子はどこで覚えるのそんな言葉。この人違います母親じゃありませんはい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 すみませんねお騒がせしてますという感じで騒がしい娘を落ち着かせる母親のような声掛けをしてきて周りの人は見てても完璧にスルーしててむしろ笑ってる大人もいたらしく店員もこちらをチラッとは見るけど何もせず周りもきっと女の風貌や話から完璧に家族だと思われてたんだと思い息子が知らないおじさんにパパと声をかけていなくなった後に周りが多少ざわついただけだったらしいです子供からまた劇なので拙い内容ですがこういう形で襲ってくる変質者もいるんだということを注意喚起します。